はい、皆さんこんにちは、森蔵です。一つニュースを、 EF エデュケーション日報のラクラン・モートン選手が鶴と同じ期間で全ステージを単独で移動するみたいなチャレンジをしているらしいです。気になった方は追っかけてみるのもいいと思います。いやー、人の子でしたね。あの怪物も人の子でした。亡き祖父に捧げるマチューの勝利、涙がすごく印象的でしたね。勝ち方はもう完全に怪物でしたけど、なんか一人で二人分の力技っていう印象でしたね。ゴール地点を2周するコースで1周目上りで全力アタック、ボーナスタイムをもぎ取ってこのステージ取りに行くぞという意気込みを見せました。そして2周目、ステージを取りに行くのが分かりきっている中、全員をぶっちぎってでのツール初出場、初のステージ優勝、そしてマイオジョーヌ獲得となりました。なんかウルフパックとかが複数人でやることを一人でやってますからね。やっぱり宇宙人っていうのは正しい説だと思います。最後の上りで今大会主役級の選手たちがみんな出てきて、なかなか燃える展開でしたね。なんかキンタナの姿とかも見えたりして、頑張れ村長ってありましたね。ではリザルトを見てみましょう。1位マチューに続いてポガチャル、ロブリッチと総合優勝を争う2人が入っています。気になるところで言うと、まずチャベスの調子の良さが嬉しいかなと思います。そして23秒遅れでゴールになっているゲラント・トーマスですね。後半に向けてこれからどうなっていくかっていう感じですかね。総合順位です。1位マチュー、2位アラフィリップ、3位ポガチャル、4位にログリッチとなっております。ポガチャルとログリッチが13秒差14秒差で迫っているというところでしょうか。カラパスが31秒遅れ、トーマスが41秒遅れと、トーマスの40秒は結構きつい気がするんですけどね。調子が上がってくることに期待しましょう。そして第3ステージ、ついにスプリンターズデイって感じですかね。ピュアスプリントになるとカレブ・イワンがちょっと抜けてるかなと思っています。今シーズンも調子いいですし、デマールのポケットも空いてそうなので、今日はカレブ・イワンが優勝なんじゃないかと思います。今更イワンを紹介してもねっていう感じなので、今大会イワンのライバルになりそうな選手を紹介したいと思います。今日注目の選手はマチュー・ファンデルプールを擁するアルペシン・フェニックスのスプリンター、ベルギー出身の28歳、ティム・メルリール選手です。2019年ベルギーロードのチャンピオンで、昨年ティレーノアドリアティコでガビリアやアッカーマンを破ってステージ優勝、そして今年はジロデイタリアの第2ステージでゴール前 200m で飛び出すと、後ろについていたビビアーニやニッツォーロを引きちぎって寄せつけずステージ優勝を飾りました。写真のガッツポーズはジロデイタリアで亡くなったウェイランド選手を追悼する W のサインになっています。28歳でちょうど脂が乗っている感じもありますし、山越えでのスプリントということもあり、このステージでカレブ・ユアンや昨年ジロのポイント賞を取っているクルパマのデバールに割って入ることができるのか注目していきたいです。第3ステージ、今日の結果がそのまま最終日、スプリンターの夢であるパリでの勝利に結びつくかもしれません。今日も楽しみですね。参考になったという方や、ちょっと気になったなという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた明日、チャオチャオ。